きチャンネルこんにちは。さあ第2回10億円ドラフト12球団別選手、はい、さあこちらはですね、前回は10億円選手、誰選んでもよかったんですけども、はい、このゲームはですね12球団全員1人ずつ選ばなきゃいけないです、はい、各チーム1人ずつ でポジションが12個あるんで、はい、でそこでの年俸上がり幅、そして前回指名した選手は指名できないっていうところでね、はい、で予算は10億円一緒です、はいはい、こちらで上がり幅これ結構選ぶの難しいんですよね。今一緒できてるんで、はい、3回いきますから。いやちょっとね、私ここはちょっと懸念があるんですよ、選んだ選手を見て。そうなの、はい、じゃあとりあえずスタートしてみる。はい、じゃあちょっと選んだ選手紹介いきますか。そうだね、はい、でまず私、先発が今永選手。このルールはですね、皆さん忘れている方もいるかもわかんないですけども、海外に、移籍した選手は、年俸がゼロになります。なのでもし仮に今永選手が1億円だった場合はマイナス1億円になります。で、外国人も、翌年 NPB から退団した場合は0円になるんで、いくらもらっててもマイナスになりますっていう、はい、特別ルールがありますけども、今永選手は、幸運にも、ポスティングで、はい、メジャー移籍をして頑張ってもらいたいというところで、はい、袴田さん的には残念ながら今永の年俸がいくらか分かりませんけども、はい、マイナスその分になります。今永投手なるべく安くしてくれいくら1億は言ってるでしょ。言ってますよね、多分ね、分かんないけど。でちょっと後で紹介します。清水、はい、だから次清水投手、で抑えが平投手、多いんじゃないね。で梅野、はい、で増田陸、三森、宗、小深田、高部、野間、浜田、万波というところを選んでおります。万波、はい、でかいね。下で佐藤さんが、高橋宏斗、で伊藤博美、宮森、松川、陽川。吉川、牧原、森、中川、塩見、島田、菊池です。はい、こうなっております。さあじゃあ見ていきますか。そうだね、はい、じゃピッチャー今永投手いくらだったんだろう。中間さん、ピッチャー今永投手1億4000万マイナス1億4000万マイナス1億4000万そこ読み切らなポスティングがあるよっていう。今永投手行くと思わなかったな危ないところは行っちゃダメよ。山本投手やっぱ避けてたわけですよ、山本由伸投手。今永投手まだ読めなかった。これね、視聴者の皆さんが、はい、メジャーの年俸入れてやればいいやんってなってくると、はい、メジャーに行くやつ当てクイズになるからね。そうですね、いきなり年俸10億円とかになっちゃうと、もう終わりだからね。もうそれで勝負ついちゃうからね。そう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 、あ、ゼロね。はい。まあ挽回しますよ、頑張ります。高城と高城と。あ、でも10倍カルテットやからな。いやそれでも上がるんじゃないですか。どこまで考慮されてるかやな。防御率いいし。はい。3500万から。はい。6300万。2800万。おお、まあ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 ね。もうこれですからマイナスですから私。プラスいいんですよ、プラス100万でもいいんですよ。ねえ。もうだって今の時点でも1億6800万差あるからね。はい、頑張ります。はい、清水達也投手。もういいんちゃう？3200万から。はい。5000万。お1800万。お一割返して。はい、そうですね。ちょっと返しました。伊藤博美。お、いいんちゃう？良さそう。8500万から。はい。1億1000万。おお、3500万アップ。2500万。俺はもうコツコツいく派だから。そうですね。しかも着実に増やしていけば、あちらさんマイナス1億4000万あるから。コツコツいきますよ、私も。お、でも平な。平投手。これ取り返してくるんじゃん。はい、ちょっと期待したいですよ。平投手。はい。1億7000万。あ、もともとそんなあったか。高いね。2億5000万。おお、8000万。お。お、だいぶ取り返してます。結構でかいだ。大きい。まだマイナスですけどね。まあでも早いよ、返済が。返済早い。宮森、俺宮森今年頑張ると思ったのにな。出てこなかったですね。全然出てこへんかった。聞かへんかったもん、もう。伊藤真央とか、渡辺とかも全員抜かれちゃったよね。さあ宮森投手。1000万から。980万マイナス20万まあまあ元が少ないからね、マイナス20万。これもあれだね、本当は維持でもいいけども下げるけども頑張れよっていうね、叱咤激励マイナスの20ですね。キャッチャー梅野、怪我したからね。でもこれで優勝補正がどこまで入ってるかだね。入ってるかどうかですが、1億6000万。結構高いね。高い。1億6000万。あ、いいしか。これ優勝してなかったら下がってたら。そうですね。だって坂本選手が上がってるんですよね。これ松川一軍ほぼおらへんかったね。終盤ちょっと来たね。どうなってるか。松川選手。2400万から。2000万。おお、400万。これはでも仕方ないね。仕方ないですね。ね、宮森の1000万とはちょっと訳違うからね。でもね、20%ダウンだね。まあ10%か。まあちょっと私はまず返済なんで。松田陸。はい。いた一応。いや。あんま聞かなかったよ。1800万から。1450万。うわあ。何気に350万。うわあ、また借金だ。ここら辺難しいよね。難しい。やっぱ選ぶ選手、しかも12球団、そう1球団1人だからね。そうなんですよ。どんなポジションを誰で収めて、年俸を収めながら10億円選手で取らなかった選手から選ばなきゃいけない。そうなんです。だって駆け引きあるからね。さあ、じゃあ陽川選手。はい、陽川一ももらえへんかったで、現役ドラフトできて頑張ると思ったけどな。はい、陽川選手2200万から1800万。400マイナス400。いや、ボディーブローのように減っていってるけど、あちらさん1億4000。いや、そうなんですよね。借金がちょっと多いんで、まだまだ借金あります。セカンド、三森選手。三森どうなるな、怪我していなかった時とかもちょろっとあったよな。そう、いいしぐらいかな。三森選手、4500万から4300万。ああ、200万だ。ダウンしてる。ああ、借金が増えていく。これ吉川。吉川。いいんじゃないですか。良さそうやんな。吉川選手、7000万から9000万。おお、いや、このクラスに私にとっては痛いな。大きいですね。コツコツ。サード、もでいいんじゃん。3連覇。優勝してるし。打撃成績でもちょっと落としたんだよね。去年。宗選手、はい。7800万から。あ、もともと結構高い。1億いったんちゃう？8300万。500万。ちょっとやっぱ打つのがね、数字がちょっと低かったからね。次、牧原真希。牧原選手、8000万から1億。おお、2000万。いいね、いいね。ちょっとずついこう。この2000万がめちゃくちゃ大きく見えます。羨ましい。分かった。俺前回の岡本とかの1号とかのはぁっていう感じ。分かりました。もう今私ちょこちょこ減ったり増えたりなんで。次、でも小深田選手いいと思うよ。盗塁を取った。はい、5000万から8500万。おお、3500万。タイトル取ったからね。はい、一気に減らしてみました。はい、森選手2000万から1600万。おお、400万ダウンだ。ダウンだね。ちょっとじゃあ内野終わったからちょっとやってみよう。ちょっとやってみましょう。じゃあ袴田さんは最後に1億4000万減らすわ。あ、そうしました。プラス1800 8000引く350引く200200足す500500足す3500からの14000引くマイナス750。あ、そんなでいけますか？だってこう8000。あ、本当だ。8000と3500でこう4000だから1億2000で1億3800で1億、いくよ。それでマイナス750。借金だいぶ減ってきた。じゃあ俺、はい、プラス2800プラス2500プラス2000プラス2000、ここから引きます。引く400400引く400400引く400400マイナス20 8080。そうです。はい、約まあ8900ぐらい、8800、そうですね、約9000万弱、俺はリード。まあよ、でもよく頑張ったね。マイナス1億だ、4000万だいぶ返済してますよ。かなり返済してる。さあ、ここから外野 DH、 はい、袴田さん、高部。出てない。だもうこのさつざきチャンネルのいろんなゲーム、高部、アキーノ、ね、でギッテンス、この3人ね、マジ俺らのゲームのね、破壊してるよね。だから俺、高部行ってきたもん、石垣行った時、高部、今年大丈夫な、はい、大丈夫ですって、でめっちゃいい感じでバッティングしてた、守備は見なかったけど、雨降ってたから、でもこの前のあれ練習試合かなんかで、3安打打ってたし、紅白戦か。今年こそ。で、言っといた、高部が去年、全然頑張んなかったから、俺と袴田さんのゲーム、ほぼほぼ壊してたで。言ったんですか、本人に。でもあんまり分かってなかったと、見てないからね、笑ってた。どういうゲームか分かってないですよね。高部。はい。ああ、また借金になるかな。どうだろう。3500万から2800。700万ダウン。これ痛いな。まあ、この仕方ないよね。地味に痛いな。20%ダウンってことだね。はい。さあ、中川圭太選手。おお、圭太よ。来てんじゃん、これは。頑張ったよ。頑張ったよ。中川選手6000万から。お、1億、1億。9000万。おお、プラス3000万。いや、私プラスで終わりたいよ。次、センター野間。はい。野間。どうなんだろうな。頑張ったと思うけどな。ぐらいかな。はい、野間選手。はい。5000万から。8000万。6800万。ああ、1800万。1800か。あ、でもこれで借金返済になったかな。あ、借金返済。あ、借金返済になった。プラス。プラス400ぐらいになった。よし。じゃ次、俺センター塩見。あ、塩見。怪我でいなかったからね。結構いなかったよ。塩見選手。はい。8600万から。7100万。あ、1500万だ。1500万だ。で、ライト浜田。浜田も頑張ったよね。浜田選手。ちょっと上がってると思うよ。はい。1300万から。1300から。25。2000万。700万。いや、もうプラス700でも大きい。俺のライト島田、優勝補正入ってる？入ってる。優勝補正。島田選手、3000万から。3000万。お、いい時だ。さあ最後だ。私ここでしょうか。万波選手でしょうか。万波。今プラスになってるから。万波どう？いくらからなんだろうね。そう。それによったら上がり幅ね。ちっちゃかったらね、あんまり上がらないですしね。どれぐらいから？万波選手。万波選手。2000万から。おお、6000万か。8000万。おお、6000万アップ。結構想像以上に。2000から8000。プラス6000。プラス6000。さあ、じゃあ佐藤さん。で、多分俺ね、ここの菊池はね、多分1年前の記憶をたどると、多分 FA だから。なんか複数年終わったから、こっから上がるんちゃうかっていう見越しで多分。菊池行ってると思うんだよ。確かそんなだった気がする。多分ね。ってことはめっちゃ上がってる？どうなの、どうなの。なおか3億ぐらい？菊池選手3億円から。おお、3億円から。おお。はいはい。3億から。2億5000万。嘘や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 。ほんま？マイナス5000万。うわ、嘘や。え、待って、これ私ちょっと。プラス5000万とかじゃないよ。マイナスになります。え？ってことは？分からへん。ちょっと待って。マイナス1億4000から始まってるんで、ちょっと待って。5000万なん？嘘やん。俺のか、もう現状維持でもよかったのに逆に。ですね。そうだ、絶対勝ってましたよ。これちょっと分かんない。分かった。最後万波選手プラスいったから。マイナスになると思ってないから。はい。せめて1かな。うまくいったら3、5ぐらい。ちょっとじゃあ。これあれ、またさっきの逆？じゃあちょっとお願いします。はい。もともと8億1100万。それでも8億1000なんだね。結構使ってますね。から8億8150万。で7050万アップです。あ、でもプラス7000。結構いってるで。だってマイナス1億4000から始まってんですから。ちょっと怪しいね。俺マイナス5000だもんね。ですね。ちょっと待って、俺じゃあ。運命な、運命です。はい。はい、次。はい、佐々木さん。8億2200万から。ちょっと待って、8億2200万だから。だから。私より1200万使ってます。だから7500万アップだから。8億9700万。以上。これ200だもんね。200です。だから8億9700万以上だったら。俺の勝ちだね。8億9700万、8億9250万ですね。より上だったら俺の勝ち。8億9250万、より上だったら俺の勝ち。8億2200万から8億6700万。よっしゃー、完全に菊池がやらかした。みんなーえ、待って、私すごくない？マイナス1億4000いるんだよ。佐々木さんはちなみに、4580万プラス4580万なので、現状選手は現状維持だったら勝ってましたね。うん、完全菊池やな。うん、いや私はさんは結構万波選手で取り返して、だから万波平の5000万円以上アップあるもんね。うん、俺だって多分俺の5000万円以上アップってだってただもうコツコツ型ですね。5000万円以上アップないもんね。ね、最大が3000だもんね。うん。3000、2000、2500、2800とかいるんですよ。そこで一気にマイナス5000。菊池ちょっとあれやな、よく策し策に溺れるパターンやな。ですね。だから10億円は FA の西川に助けられ、この12球団別は FA 複数値上げの菊池にでやらかされ。そうですね。ちょっと策に溺れちゃった感じだね。高松さんでも1億4000万マイナスからやからね。いや私はもう平投手と万波選手に助けられましたよ。あと全部コツコツでした。もうそうだね。あと小深田選手が3500上がってくれてたのも大きかったですね。だって俺3500万上がったやついないですね。最大が中川の3000万だもんね。うわー、でもコツコツ来たのを最後の菊池選手が大きく消しましたからね。それ一番ダメなパターンだよ。コツコツいってんのに大口でっていやー、わ、これ逆に最初のやつは私絶対勝つと思って負けたんですけど、俺も絶対勝つと思ってたからね。うんですね。はい、菊池今年あんまり頑張れなかったけど、まあいい時間ねって思ってたらダウンしてた。しかも5000万。だからそこがもしさ2000万ダウンだったら勝ってたのにね。そうですね。うん、そうですね。うんうん。やっぱ元値が大きい人は下がり幅も大きい、上がり幅も大きいけど、いやもうそんな下がると思わんやん。思わないですね。まあいい時間なって思いますよね。ちょっと悪くてもいい時間なみたいな。いや、さあじゃあ最終戦、5億円予算で若手ですね。若手20何歳以下でしたっけ？25歳以下です。22とかじゃないかな。大卒1年目ぐらいまで入れる感じだったような。今から調べて正確にはオープニングで言いますんで。じゃあ今回は袴田さんの勝利。よっしゃー、今1対1です。そうです。はい。